写真拡大。阪神、岡田彰布元監督61、デイリースポーツ評論家と、今季の守護神奪回を目指す藤川球児投手38の指定対談が実現した。5年に球団史上最後の優勝を果たした指揮官と V メンバーが予定時間をオーバーして言葉をぶつけ合った内容は、勝つために何をすべきか、勝つためにどうチームを変えていくか。最下位からの巻き返しを図る上での最善策を語り尽くした。対談その3。岡田元監督がオリックス時代に岡田、高井努、現オリックス育成コーチな。絶対いける、エースになれるって。一軍、ローテで回れるエース候補ですよって。まだ試合に一回も投げさせてない段階やったけどな。藤川、西の若い時ですか？岡田、そう。藤川、監督がオリックス時代に、秋に練習試合で来たでしょ。岸田と金子と西、覚えてるんですよ。この4人がサブグラウンドでキャッチボールをやってて、すごいボールを投げていた。それで監督に、すごいピッチャーいるじゃないですかと言ったのを覚えてます。その年ですよね。平野をリリーフに持っていったの？岡田、そう。絶対、打たれると思ったよエミ。藤川、おかげさまで、ですね。岡田、打たれたからリリーフに持っていけるんよ。あの年の前年は3勝12敗やったからな。藤川、でもあの4人の中に西もいた。すると監督は、お前らよりもめちゃくちゃ能力あるでと言われたのを覚えてますもん。あと、非岡田の飛距離とですね。岡田、西がイニングを稼いでくれるかどうかやな。セリーグやとなかなかイニング数は伸びなくなるよ。結構、6回、7回で1点ビハインドくらいやったらパリーグは DH があるから、そのまま続投させたりもあるけどな。セリーグやと。その状況でやっぱり負けてたら代打を生かすよ。だからイニングを稼ぐためには先に点をやらないでずっとリードして投げておかないといけない。チームは5年を最後に優勝から遠ざかっている。優勝の空気を知る選手たちが少なくなってきたが、藤川、僕がプロに入ったのは99年なんですけど、85年の優勝の時の空気と言われて、正直、全然覚えていないんですよ。だから今の選手たちに2005年のことを言うよりも新しいものを作り出すことに入った方がいいと思う。岡田監督も切り替えて勝ってるんで。例えば85年の打線、3年の打線と言われますけど、過去を振り返ってそれに並ぶのはできないんですよ。どこを見て競争しているの？と、僕らが戦うのは相手であって、相手をどう攻略していこうと考えるのが勝負。自分を高めていく上で、あとは監督に選んでもらって、駒としてどれだけ生きていけるか。だから僕と鳥谷は何も言わないんです。そこ、起用法に関しては、岡田、何年か前にコミッショナーと食事をした時に、WBC の監督にという話があったけど、それは無理ですと断った。なんでかというたらな、自分の野球をしたいから選手を選んだらダメなんよ。このチームはどういう野球をしたら勝てるということを考えないと、を逸脱したらあかん。あくまでも選手の能力でな。足が遅い選手ばかりいるのに、足を使う野球はできひんやろ。絶対、負けるに決まっている。広島は、阪神が足を使う野球をしてくれたら、絶対に負けないと思っている。そういうことやんか。他のチームはどういうことをしたから勝っている。どういう戦略で勝ってきているということを探さないと。続けて。あと、やっぱりこのキャンプで、見極めは早くした方がいいよ。失敗して立ち直れなくなる前に。若手が多いけど、お前の力じゃ一軍ではここがこう足らないということを示してあげんとな。どん底まで行く前にな。藤川、そうですよね。本当に勝つ集団を目指さないと。岡田、飛び抜けた奴が若手でおって、そこに追いつくくらいにならんとな。つらができるんやったら、俺もできるというところで、この場所中継ぎで食えてというのは、今の自分には何のメリットもない。他の選手のためにも開けてやろうくらいの気持ちでいます。相手を抑えれば勝ちじゃないですか。自分のチームの中で競争というのはあんまりやったことがないんです。